辛坊二郎が大炎上、電力不足で暴言。二日に辛坊さんがツイッターにて電力不足に関連し、次のような発言をしてしまいました。関東の人が熱中症で死なないのは太陽光パネルのおかげだ。土下座して発電者に感謝すべきだ。まあ、さらにこのような紹介もしたくないような暴言を吐いてしまい、大炎上してしまっておりますが、 こちら、まず日本が電力不足な時点で太陽光発電も含めて日本のエネルギー政策は失敗していると言わざるを得ません。この主な原因は悪夢の民主党政権が原発を止めてしまったことと太陽光発電などの再生可能エネルギーを全量買い取りとし火力発電所が維持できなくなったことが原因となってしまっておりますが辛坊さんが主張されている太陽光発電は晴れた昼間しか 発電できないため、まあ、晴れていても少しでも雲が出れば、途端に発電できなくなってしまいます。私、本日、実家の池に太陽光発電方式の噴水を設置してみておりましたが、少しでも日陰になったらすぐに水が止まっておりましたので、まあ、これを電源として使うのは厳しいなと実感いたしました。また、原発を再稼働すれば、火力発電所と揚水発電に余裕が出ますので、太陽光発電に左右されず、 安く安定的に電力を確保できるようになります。電力不足の面でもお金の面でも節電しなくて済むようになりますが、まあ、そもそも電力の過去で天気を気にしなければいけないというのはおかしいのではないでしょうか。まあ、一部の方々がですね、まあ、なぜか原発と太陽光などの再生可能エネルギーの、まあ、二者択一のような主張をなされておられますが、原発を再稼働し、 無理のない範囲で太陽光発電などの再生可能エネルギーを利用した方が国民の皆様の様々な負担を軽減できるはずでございますのでぜひとも辛抱さんだけではなくて原発化再エネというですね不毛な主張をされている方々現実を受け入れていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました